Please be ambitious、はい、TOKIO さんの名曲であります、はい、ありましたね、うん、Be ambitious 若い時に私たちが、うん、俺あんまマジ知らんんだけどどういうことですかあれは少年よ大志を抱けという歌です、はい、ということで、はい、札幌に来ております、はい、一番北に来ておりますめちゃくちゃ寒い舐めてた北海道が何しに来たんだろうもう見たら分かるでしょそうですよ日本代表のおっさんですよあなた服ははい上着にありましたあなたもスタジアムで買ってください、はい、今日はあるで札幌ドームに日本代表戦を見に行くんで、はい、パラグアイ対日本、はい、今名言ってたねでほらほらやっぱ羊もやっぱ歓迎しますよ今日はまあ出たら札幌ドーム Vlog を撮ろうかなと、はいいいねまあ、マリナスもね、はい、日産行ったんで、うんまあ、今日は札幌ドーム来たことないでしょさすがにないです北海道の時代が俺は初めて、はいはい、なんでドームでサッカーも初めてだもん見るとか、うん、見るとどんな感じだよなまだ入ってんから分からへんけどなんでまあとりあえずあですね札幌ドーム、はい、あのあちらに見えますかねいろいろちょっと観光客がねいろいろいらっしゃるとか、はい、撮ってるんでまあとりあえずまあゆるく今日もドームの方に向かっていきましょうか、はいうん、寒いのですねはい、はい、すごいいっぱいいるんであれさあ今日から眠りますよ数えんなじゃあ行きましょうやばかやば K 剃ってるもっといったの脱毛してる脱毛してるだけ脱毛してるなもっといってる脱毛なのかお前あれはない動物と喋る能力あるよあるよやってくれいつものの次は目だからな俺でも羊にやるのは初めてだこいつマジで尾道の言うことマジで会話してるマジ猫だと思って一回やってみていい、うん、おおあったにゃーぽんぽんまあまあまあ羊ですかいやそりゃそうですよそりゃそうやキャッチン目行こうめーオッケーオッケーめーガン虫です。こっちは耳あるか。芝居なのこれ。あれでしょ。同じ音出したらいけると思ってるでしょ。ちゃうよ。あ、なるほどね。違うよ。普通じゃない音出す。お前、バイクちっちゃかった何今の牛やった反応するかもしれん牛いけんの恥ずかしい恥ずかしい普通に恥ずかしいじゃあ行こうドーム行こうはい、そうあかんわおっこれ食レポが大事やなこれ何白い恋人アイスでめちゃくちゃうまそう夜に向かって雪が降り積もるとてて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 白い恋人ソフトクリームめっちゃミルクの匂いです嘘匂ってみて最初いただきます香りのミルクですうんまっいただきますうんまっめちゃくちゃ濃厚うんうまっほんともう自由すぎる食べるよいいぞほんとめっちゃ濃厚ちゃうやばい白子の味した白子の味はあんま食べたことないんですよあの北海道のあのわかりますめっちゃ濃厚じゃないですか北海道感じるわあのミルクがはいうるせえやつらパンいただきますいやラムちゃんラムだこれラム違いこれ羊の方ですかラムマンラム食べたことあるラム食べたことありますジンギスカン結構ねあの全然ラムですお前もうそれマンやん、はい、ただのまんまいでもタレがついてるちょっとここ行っていいですか、うん、はいいただきますタカで扱ったら誰も食えねえわ癖はないはいえピリ辛って書いてあったあめっちゃ見てるあラム感じるわ
でもジンギスカン食べたことあるな。じゃうまいよ。ラムちゃんに食べる。病院であるわ。バリうまいと思う。辛い。ちょっと。あ、めっちゃラムの味するよ。うん。もう美味しい。風味がね、あ、そうだな、俺最初に入ってきた時の風味がもうラム。へー。白樺山荘食べていきまーす。食べて食う。札幌のラーメン。これ何入れる？あ、ゴミ入れる3倍重い。辛いね。めっちゃ辛そうやんだってこんなん。アルミでしょどうせ。じゃあマジで思ってる3倍重いからこれ。上がってる？上がったわ。ピッコロがつけてるやつみたいな。そんなに？ガチ。あの武道着ね。これ何で作られてる？めっちゃ重い。ほんまや。ゆで卵がおかしいやろ。こんなん食わんで。2個。お兄ちゃんが。ん？半熟？それはうまそう。うまい。それなんかライブ打ち込んでうまい。どうだ？焼くのうまい。味わえよ。はい、ということで、うまそう。北海道といえば、味噌ラーメンです。そうですよ。ということで、もう有名です。ケイゴの食レポコーナー。白樺山荘さんですね。はい、お前やるお前食ってないの。まずは、おスープからね。おスープからどう？ちょっと嘘。最近それしか言ってへん。なんかね言ったら、まあ、最初なんかスタバがなんかあ、なんか意外とあっさりし、でも俺イメージもっと濃い味噌っていうイメージある。真面目かお前。まっさりしてる？まっさりか。まっさり。じゃあ僕はこれつけます。まあ、卵食いすぎや。いや二度や。いきます。わあ、これうまいな。嫌がりやな、嫌がりやな。失礼します、焼き飯。俺2年前に北海道来たんだけど、うん、それまで俺味噌ラーメンほぼ食ったことない。わかる、めっちゃわかるわ。でも北海道で味噌ラーメン食ったら、マジで味噌ラーメン好きになる。マジでうまい。ちょっと手出してないよな、味噌。うん、まっ。やっぱり醤油か、豚骨か。こちらからは以上でした。はい、食っていきまーす。ありがとうございます。ゲット。インです。インしました。なんかもらいました。やっぱドームの中あったかい。あったか。めちゃくちゃあったかい。そして最初に出迎えたのが銀だこです。銀だこ。築地銀だこや。銀だこです。借りたろ借りたろ。すごいね。なんかもうテーマパークみたいな。大丈夫。だってみんなスタグルだったりいろんなもうユニフォーム買わなくて大丈夫？キックオフ30分前ですからね。アラスパス。アラスパス。あ、テリヤキバーガー。一回食べてみましょう。赤い。すごい。赤い。ありがとうございます。こういうの北海道の人たちめっちゃ濃い感じ。嬉しい。はい。てかすごくない？なんか。ね。上とかすごくない？確かに。これが。ドームいいね。やっぱ風とかないしさ。快適で。めっちゃいいやん。え、これ合ってるの？はい。ありがとうございます。今、シゲが女の子2人と写真を撮っています。俺らは関係。モテモテです。イエーイ。おいおい。撮るで。これは？すみません、お願いします。一番ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。おい。撮影中に写真。撮影中の、もう、帰る。すごくないのこの KFC 銀座ライオン、なんかすごいな。銀座ライオンは何ですかね。知ってますか。わかんないです。お酒が見えます。なんかすごいな。なんか外国の。そうっすね。これ NBA の試合見に行ったけどこんな感じだった。なんかスタブルっぽくないね。ドームすごい。ドームはドームの中で運んでくれるパターンもあるの。あ、持ってきてくれる。デリバリー。出前館みたいな的なやつがね。一回席行きます。一回席行こう。ドームの感じが確かに早く。ちょっと中のね。ちょっとね、ドームね、広すぎて桃枝張ってますよ。階段アップで来てます。うわ、なんかすごいな。やばいやばいやばい。え、何キロ？
急やん。いや、ここが一番楽しいよ。サンシアムに来た時ちょっとワクワク感ね。すごい。なんか不思議な感じする段がないからね。なんか距離感つかめんだ、なんか。そう。あったかいな、めちゃくちゃ。あったけなって。映画館やね。よいよい。多分、ハリセンと見せかけて開いたら何か出てくるんですよ、そういうの。おぉ、おぉ、おぉ、ほんまや。なるほど。アコーディオンじゃない、アコーディオン、アコーディオン。これやるか。それで拍手代わりにバシバシできる。なるほど。そこにジャンケンしましょう。やりますか。さっきの移動中にラーメンとか食べちゃったんで、喉が渇いてる。喉が渇いてる。喉は絶対いる。誰が行ける？全員で行く。2人持てないからね。1人カメラマン。支払い人は決めました。また本当にジャンケン、ジャンケン。スタジアムの全勝や。じゃあ俺がついていこうか。そうですね。どうする？どっちもいいけど。メニュー何して？ああ、はい、行きまーす。誰かおいつらマジクッジュース買わずに写真ばっか撮ってるやつがいます。写真撮っててもうあと10分ないかもしれないです。撮影しろ。あ、撮影しろ。あいつ何ボケ出た。ダメだこれ。絶対間に合わない。キックオフ、まあ、生チャリする。どうする。もしもし。あ、今ちょっと生チャしか打てないんですよ。はい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 、はい、生チャでいいですか。お前生気ねえだろ。いやねえ。いや、キリンさんの飲み物絶対売ってあるだろ。やばい、もう試合始まる直前です。買えません。あいつはお茶を買えばでもいいのに、あいつは生意気にガラだと言いました。キモいよ、そんなこれ時間ないよ。はい、もうここ短いけどね。並びます。あ、まあ多分今からもう国歌斉唱始まるわ。だから国歌斉唱されるんで、ここで効果を歌います。いやでもそれは大事。君がです。あ、効果成長しないで。ちょっと
前半キックオフする中、私はこのね、ちょっと上にテレビがあるんですけど、上でテレビを見ながら、ジュースを買うために並びたいと思いますので、しばらくお待ちください。今からキックオフなんですが、一番やっちゃいけないことをやってます。はい、ドリンクに並びに行ってキックオフに間に合わない。はい、キックオフしました。それでは試合観戦楽しんでいきましょう。やっと順番が回ってきそうです。あ、乱用してもあとは仕方してたんで、もうガラナにします。全員ガラナ、電話ではガラナって言ってたんで、もうガラナでいいでしょう。だって北海道だから多分これガラナあると思うから、4本、これもガラナで、じゃあ4本ですね。ごちそうさまです。はい、もう試合開始して15分ぐらい経ってるわ。ガラナが4本、ポテトが1個、お姉さんの笑顔も1つあるだろう。はい、セクハラです。いただきました。はい、マクドスタイルでした。1600円、ごちそうさまです。ポテトマイスリーキミさん、ガラナありがとうございます。させていただきます。キリさん、ちょっと案件の方お待ちしております。営業上手ですね。遅すぎる、20分くらい。マジクソ長い。ありがとうございます。スタジオの関西で一番やってはいけないな。一番遅刻が。いい教訓です。全部ガラナ。あ、全部ガラナ。いい教訓です、ね。ありがとうございます。あのキリンさんに一応ね、ありがとうございますって言っといて。キリンさん、ありがとうございます。キリンラブスポーツ。いつもお世話になってます。どうやって飲む？観戦していきます。はい、観戦します。前半30分、パラグアイのフリーキックのチャンス。直接やね。どう？狙える距離？これは狙います。この距離決めたらすごいね。まあまあ遠いけどね。ナイスキーパー。いいとこに足がなくて、いいとこ来たんじゃない。両方がいいです。35分前、33分。あ、じゃあ、うわ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 、うプレーのスピードもなんか速いの、プレースピードなんか速いの、なんか見る角度が変わったら世界違う。毎日やキーパー飛びすぎじゃないですか。じゃあケースだよ。南米のジャイアンだ。南米のケースだ。回そうと思ったら間に合わなかった。パラグアイコーナーキックです。日本ピンチです。うわ、でかっ、高っ。めちゃくちゃ眠そうやな。おい、ちょっ、えっ、山根選手で最後。山根選手です。惜しい。
がめちゃくちゃ良かった。良すぎだろ。デブライデン。あいつなんでやさ。中野選手とあれはオンゴールかな。オンゴールだと。でもあれはもう2対0で。素晴らしいです。強い。遠藤航選手が効いてます。後半のね、多分新しい選手たくさんで今日出ると思うんで楽しいです。パラグアイはね今ね。ピッチ残ってミーティングしますから多分相当あれなんて言ってるますよ。確かに、ね、なんて言ってるお前レレぶっちまっすだいぶ怖いやらなお前国帰らんぞ言うてわぁお前やらなお前いや宮丸さん俺走らんじゃんお前って言ってます、はい、ということで後輩レッツ後半キックオフ選手の交代をお説明いたします。選手の交代です。6番遠藤航選手に変えまして4番板倉滉選手が入っています。板倉選手。吉田選手に変えまして20番中山真選手が入っております。前や吉田。ユータ中山。誰がセンターバックだ。浅田選手に変えまして24番前田大輔選手が入っております。白馬浅田の大前前だ。はい、ご飯楽しみにしてます。いきましょう。ちょっと敬語の次であのトイレです。だいぶ混んでるみたいです。多分捕まってます。捕まっ写真で。あ、間違いない。おそらく。ゴール。失点して1分後ぐらいに出ました三笘選手。ファーストタッチ上手すぎるな。注目してください。前田大然選手が詰めてます。マジで速い。ゴールの中に入ってます。田中選手が合います。堂安選手のパスすごい。逃げです。堂安切ったら堂安これ言っていい。どうなるか。やりたいな。選手が弾かれて前田大然選手詰めます。でゴールリアルにありそうだった今。いやめちゃくちゃいい爪だったけどね。タカの予言が当たりかけてたのよ。あ、待って竹下選手こっちやえ？いやーもうツータッチしてるよ。ツータッチしました。日本代表選手の交代をお越しいただきます。15番三笘薫選手に変わりまして18番廣瀬選手に変わります。今のもう40分後半40分に。いやいいとこめちゃくちゃ飛び込んでるんだよな。大体決めたんですよマジで。全然関係なしに最高の感じのサッカーができます。
サラダも美味しいですよ、サラダも。ナイスゲーム。大丈夫、すごいわ。ということで、皆さん、スタジアムに足を運んで、札幌ドームめちゃくちゃ良かったです。全然違いますから、やっぱライブは。うん、じゃあね。そうなんですよ。なんで、やっぱ生で観戦するってことがすごい、めちゃくちゃ面白い。あと、スタジアムグルメとかさ、はい、中に売ってある、混んでるけど、めちゃくちゃいいので、そういうところも、お楽しみにしててください。また行きたいですね、どっか。うん、行きましょう。はい、はい、ということで、ありがとうございました。